はじめましての方も、そうでない方も、こんにちは。美しい羽と書いて、ミュウです。実は、先日、金の目で、覚えてらっしゃいますか？ありがとうございます。実は先月、好きな人ができました。で、今月にその先輩とどうなったかっていうのを話しますねっていうのを言ってたんですね。であれから残念ながらデートにはまだ行けてないです。でも気づいたことがありました。気づいたことはただ一つ、先輩の方が鈍感だなって思ってたんですけど、実は私の方が鈍感なのかもしれないなって思いました。というのは、私が好きになる前よりも先輩からこういろいろ発してることがすごいあったなって最近気がついたんですね。からもし明日会ったら夜にご飯行きませんかって笑顔で挨拶しながら声をかけてみたいと思います。まだ2回ぐらいしかデートには行けてないんですけど、その中でもすごい学んだことがいっぱいありました。今まで自分が20何年間一生懸命掴んで大事にしてきたものを手放す勇気を知りました。この3ヶ月出会った中で、これほど大事な学びを教えてくれる人はそうそう巡り会えないんじゃないかって思います。だから他の方の出会いも大切に、先輩との出会いも大切に、これからも毎日笑顔で幸せだなと思える瞬間をかみしめながら生きていきたいと思います。ちょっと重い話になっちゃいますね。でもすごい楽しいなとか幸せだなと思えることがすごい増えたんですね。だから今とても幸せ、これからも幸せいっぱいだと思います。今日の曲は前回もお披露目させていただいた曲で、今練習中なんですけど、私のこれからの成長を支えてくれる大事な一曲だと思います。聴いてください。